バナナ TV。 あーすげえな、沖縄ずっと祈りたいもんね、これ。そうだね、気持ちいいね、これは。いいや、うわすげえ雰囲気ある。これなんだこの素敵。あーあーあらららら、うん、かわいい、うん、間違いない。ありがとう。あーすげえな、よし。いいねこれは。いやこれちょっと若手時代2人とも源ちゃんが打ったの思い出すね。そうだね。ねえ、なんか雨の山手通りで南原さんに会ったもんね。え、覚えてねえな。雨の山手通りで2人で、うわーなんだ雨降ってきたっつったら、横の車ベンツかなんかが、うわーっつってパッと見たら、それが南原さんで。あ、そうだったっけ。あったね、感じ。わー全然覚えてないな。あ、そう。あ、これ気持ちいいね、これは。いいや、ほら気持ちいいわ。わーい。で、設楽さんちょっとどっかに抜かしてくれ。ああ、いいよ。うん、なんでなんか前怖いっす。後ろの方が落ち着くんすよ。ああ、そう、うん、ああれ会場じゃない、違うっけ。え、あの左の前。あ、これそうね、これそうっすよね、前も。あ、右か。これ覚えてる、見覚えがある。あ、ほんとシネマズ Q って書いてあるよ。シネマ Q。 あ、ここか。これは気持ちいいね、うん。あ、ここだ、なんかメインプレイス。雲があるからこのぐらいだったらいいな、ちょうど。あ、これはちょっといいね。ちょっと早く、ちょっと景色のいいとこ。そうだね、海が見えるとこね。ちょっと行ってほしいね。これレンタトライクっていくらぐらいするの。車レンタカーだと大体1日でも沖縄とかだったら1万円ぐらいでしょ。そのぐらいかな、1時間。あ、もういやいや、1日。あ、1日。あ、まあ1時間1万円じゃ高すぎる、うん、1日1万円ぐらい。車それに分かんないけど、もうちょっとどうなんだろうね、これの方が高いのか安いのか分かんないけど。それいくらするんですか、宮本さん。1日1万4000円。これはいいね、絶対楽しいよ、これ。一日借りて沖縄ずっと移動したいもんね、これ。そうだね、これで東京とかでもなんか走りたい。たまにいるよね。いるいる、目立つけど。いるいる。いや、久々はこれでフジテレビ入っちゃっていいんじゃない。これね、うん、いいんじゃない。いいよね。テレ朝とかこれで行ってしまうっていうのは。これね、なんかバイクの感じも味わえるっていうね。そうそう。お、なんか小道に入ってた。わら、住宅街に走ったよ。店が近いな、こりゃ。あれ、もうちょっと移動したいよ、これ。おお、どんどんなんか細かい。だんだんずっとウィンカー右出てるよ。あ、ごめんごめん。これ、戻すの忘れちゃうね。あ、バレたバレた、バラドラマンってバレたよ。DVD 宣伝になるよ。宣伝なってないよ、これ。あ、ここに止める。あ、止める。いや、楽しい。楽しかったですか。楽しかったですね。終わりですか、移動。いや、この後も、この食べた後また食べて移動しますんで。 OK。 Bluetooth も絶好調だよ。いいですか、はい、すごい。歩いていけるところまで行きますか。はい、これでいいじゃん。いいね、歩いたりで。そうですか。いや、快適、楽しい。いいね、これ並んで。いや、欲しい、これ。この後またこれご飯食べたら移動するんですけど、はい、その時は海沿いの方とかも走る。やったね。いや、いいですね、いいですね。それがいいですね。それでこちらです。うわ、なんか雰囲気あんな。なんだこりゃ、すごい有形文化財って感じ。なんか建物自体が渋いね。なんか沖縄っぽいな、この感じも。え、シム城。あれ、転んだ。大丈夫。忘れ。うわ、なにこれ、超かっこいいぞ。全部つまずいてる。うわ、すげえ雰囲気ある。はい、これ古民家を改装したような。古民家改装してるんだ、はい、うわうわうわ、これなんだこのお店、素敵素敵だな、おい。うわ、これ素敵だよ。超いい感じだ。はい、来ましたね、うん、すげえ雰囲気がいいね、ここ。何ここ。シム城っていう。シム城、はい、まあ、古民家を改装してる。へえ。
で本来は11時半から15時ぐらいまでの短い、ね、あ、そうなんですか。今回特別に、あ、そうなんですか、開けてもらってるのね。めちゃくちゃいい感じだな。超落ち着く。いい、ね、このお店が実はバナナ TV スタッフでプライベートで沖縄旅行に来たことがあるんですよ。おうおう。その時にタクシーの運転手さんにどっか美味しくて雰囲気のがないですかって聞いたら、ここここ紹介してくれて、すごいね、はい、プライベートの時にロケハンした。そうです。美味しかったし雰囲気も良かったんで、もちろん美味しいと。ぜひお二人にも頼んで。ナイスです。はい、いや、いいですよ、すごい、ここ。いや、いいね。うん、もう、もうここ、はい、はい、注文そばでしょ。まあね、でもさ、あれもあるよ、なんか定食的な感じもね。